会合をスタートさせていただきたいと思います。今日はですね、この問題について、この間、長らくご専門で、さまざま著書も、いろいろおありになりますが、桜井先生に、今日は Zoom でお参りをいただいておりますので、この後お話を伺ってまいりたいと思いますし、続いて、所長からのヒアリングということで、電話相談が始まっておりますが、その中身内容について、ご説明をいただきながら議論させていただきたいと思います。最後に今日、3本立てになりますけれども、今日また、2世の方、当事者の方が非常に厳しい状況をして、ぜひあの話をさせてほしいと言っていただきたいいただいておりますので、話をお聞きする場を持たせていただいておりますので、少し長丁場になりますけれども、でもしっかりと皆さんと議論していきたいと思います。それではまず、本庁、西村本庁からご挨拶を冒頭いただきます。本庁よろしくお願いします。はい、お疲れ様でございます。この旧統一教会被害対策本部、今日は、3階建て の, あの議論の場となりますけれども、皆さんどうもご参加いただいてありがとうございます。先週あのこの対策本部の会合で、議論をいただき、法案登録をさせていただきました。今日は長妻政調会長もお越しいただいておりますけれども、政調審議会が開催されるようになりましたら、対策本部として、この法案登録を、政調の方にお願いし、図っていただきたいと考えております。この間国対ヒアリングとの連携も含めて、私たち本当にさまざまな方からお話を伺ってまいりました。本当に多くの方が、この旧統一教会の被害救済に、期待をして、くださっております。私たちとしてはしっかりと迅速にかつ丁寧に、この問題やはり議論をして、解決策をしっかりと作っていかなければいけない、と思っております。本来であればやはり国会全体で、超党派で取り組むべきところですけれども、肝心の与党の方が、自民党の方が、全く後ろ向きな状況ですので、私たちとして議論をリードしていきたいと考えております。今日はまたどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。また桜井先生にもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、本庁のご挨拶をいただきました。それでは今日は最初の桜井先生からのヒアリング質疑、それからその後の、法務省等からのヒアリング、そこまでとりあえずマスコミオープンで、させていただきますので、よろしくお願いします。その後後ほどまたもう一回アナウンスしますけれども、一旦マスコミの皆さん、会場の関係で退出をいただくことになりますので、その時にはまたご協力をお願いいたします。それでは、今日は大変お忙しい中、桜井先生すでに、オンラインで、入っていただいております。桜井先生ありがとうございます。今日はですね、私どもが今本部長からありました先週、部会としては、法案登録を、確認させていただいて政調審議会に挙げさせていただいておりますけれども、桜井先生にもすでにポンチ絵を、見ていただきながら、今日私たちがこれからさらに議論をしてまいります、カルト規制法案に対してさまざまな、ご専門の見地から、ご意見いただけると伺っておりますので、よろしくお願いをいたします。それでは早速ですが、桜井先生、まずは桜井先生からの、お話を、20分程度になりますけれども、まずはよろしくお願いをいたします。はい、それではご紹介いただきました北海道大学の桜井でございます。私、2010年にですね、統一教会という、本を書いたわけなんですけども、その当時は、ほとんどですね、メディアあるいは、政治の世界にも、注目はされてこなかったんですね。で、今年に入りまして、全然世界が変わったようなですね、そういう実感を持ってるわけなんですけども、被害者救済のためにですね、弁護士の先生方、あるいは一部の研究者、あとはですね、家族の会の皆さんが、30年間ですね、ずっと仕事をし続けてきたということはですね、
最初に覚えておいていただきたいなというふうに、まあ、思っております。本日はですね、カルト規制法という、こういう、法案でございますので、カルトあるいはそのマインドコントロールといった概念に関してですね、学術的な見解、これを少しご紹介したいと思います。そしてその2番目としまして、財産被害誘導の行為の認定にかかる問題ということなんですけども、やはりこの消費者法、消費者を保護するっていう、法律の在り方とですね、あとはその宗教的な、行為でありますその献金伏せの在り方、ここに対応する、法、これはですね、少し分けて考えた方がいいんじゃないかっていうお話をいたします。で3番目としまして、現在、被害者の方から、いろんなですね、相談を受けるということをなされているわけなんですけども、もう少し、その実質的な相談って何なのかっていうことについてお話をしたいと思います。で4番目としまして、フランスの、反セクト法2001年に成立したわけでございますけども、この法案をどういうふうに評価したらいいのか、現実的な機能は一体何なのかということを、最後に触れておきたいというふうに、思っております。最初に、カルトという言葉の用法なんですけども、もともとは儀式とかですね、儀礼という意味合いで使われてまして、悪い意味ってのはなかったんですね。しかしそのアメリカの方で、異端的な、キリスト教団体、あるいはアメリカの外部から入ってきた、要するにアジアから入ってきた、宗教とかですね、こういうふうに、使われるようにもなりました。あるいは、宗教社会学の専門的な用法で、教団の形ですね、こういうことで使われるようにもなりました。しかし現在一番ですね、人々が使っていますのは、その社会に危害を加える、あるいは違法行為を行う団体ですね、人民人とかオウム真理教、こういったものがですね、全世界的に知られているところでございます。で日本にですね、こういったカルト概念、これカタカナでありますから皆さん分かるようにですね、日本にもともとある概念じゃないんですね。どういう形でその導入されたのかっていうことをですね、日本で刊行されている新聞とか雑誌、これは40紙以上ですね、使いまして、1991年からですね、2010年までの間、ここでですね、どういうふうにこの概念が広がってきたのかっていうのを示したグラフなんですけども、一番のピークっていうのはこれオウム真理教事件1995年であります。しかしそれに先んじてですね、1993年の時に統一教会に対してこのカルト、マインドコントロールという言葉が使われているんですね。これは1992年に、3万組の合同結婚式というのがありまして、そこに参加されたですね、歌手の方や、スター性のある方に関して、こういう、マインドコントロール、カルト、こういう言葉が使われていたということなんですね。しかしそのオウム事件以降ですね、こういった、報道っていうのが、ガクンと落ちまして、統一教会に関してはですね、報道というのが、長らくなされていなかったというようなこういう状況があります。では具体的にですね、どういう団体に対してこのカルトという言葉が使われてきたのかということなんですけども、これは海外の用法といたしまして、創価学会、海外では SGI 創価学会インターナショナルというふうにそういう呼称で使われてますけども、そこがですね、カルト視されているというこういう紹介であったり、太陽寺院とかですね、海外のさまざまな団体、これがカルトだというふうに言われていました。オウム真理教事件に関してはですね、実はオウム真理教ができた時点ではこれは新宗教、こういう言われ方をしてきたんですけども、そのサリン事件がその1995年3月20日に起きまして、その後ですね、3月24日に、マーガレット・シンガーっていうそのアメリカの心理学者がですね、オウム真理教に対して、ドゥースリーカルト、終末論的なカルトという、こういう、コメントを出しまして、それ以降ですね、オウム真理教は日本においてカルトというふうに呼ばれるようになったんですね。
ですからそのカルトっていうのは生まれた時にですね、本質的にまあカルトであるとかこういうことではありませんで、社会的にまあカルトという呼称が与えられる、こういうまあ概念なんです。で、この1990年代のまあ他のカルトという形でですね、名指しされたものとして、これは法の花散歩業、これは違法なですね、組織的なその詐欺行為を行ったということで、警察の捜査に入った団体、あるいはそのエホバの証人と山岸会とかですね、あとは、小規模な団体に関してですね、カルトという言葉が使われたんですけども、実はその、日本のまあマスメディアはですね、カルトの呼称の使用に関しては比較的ですね、厳格といいますか抑制的でありまして、これなぜかというとですね、違法行為が確認されないとなかなかこのカルト呼ばわりするというのは難しいわけです。当該の団体からですね、名誉毀損等でですね、訴訟を起こされるということがありまして、カルトっていうのは世の中にいっぱいあるんじゃないかっていうこういうイメージがあるんですけど、実際にですね、メディアの中でこのカルトとして紹介されるような団体っていうのは少ないんだっていうこういうことなんですね。で、このカルト的な行為っていう、これはその法案の、頭にですね、出てくる、こういう言葉なんですけども、このカルト的行為っていうのを定義できるのかどうかっていうことなんです。結論としてはですね、実はなかなか難しいんじゃないかなということがあります。カルトの定義としてよく使われているのはですね、この悪意のあるマインドコントロールを行う団体ということなんですけども、それではこのマインドコントロールって何なのかっていったときにですね、このカルト団体が行う精神操作っていうこういうような定義のされ方があります。そうしますと、このカルトとマインドコントロールっていうのはですね、お互いにお互いを規定し合う、循環的な構造があるんじゃないかっていうことがですね、実は当初から指摘されてきました。またこの悪意のあるというのもですね、実は難しくて、信者本人はですね、善意で行っている、これ霊感商法もですね、統一教会の信者の方々はその方の宗教心善意で行っている、しかし結果的にはですね、被害を生んでいるというこういう事態があるんですね。そういうところからですね、当人が悪意を持って、成しているかどうかっていうここの基準はですね、うまく使えないんじゃないかっていうこともあります。で、海外のですね、学会あるいは法廷におきまして、カルト、セクトというふうに名指しされた団体にですね、巻き込まれた、信者の方々がですね、当該の団体を訴訟で訴えるというですね、こういう法廷闘争が長らく続けられました。で、その中でですね、教団側につく宗教学者と、脱会者、元信者がですね、被害の救済を求めて訴訟を行う、こちらの側にですね、つく心理学者、法学者との間で、20年、30年ですね、こういったその論争が続けられたんですけども、決着はついておりません。むしろですね、この文化的バイアスの指摘っていうのがなされました。これ何かと言いますと、キリスト教以外の宗教に関してはですね、やはりこのカルト視されやすいっていうことがですね、欧米では言われます。あとはですね、個人に対してその社会的影響力を加える、というようなことがですね、非常に個人の精神の自由を侵害する行為として、指摘されてるんですけども、これはですね、個人 の, その主体性とかその自我っていうのは非常にその固いものというふうに考える、法律的あるいはその心理学的モデルが主要なんですね。ところがその私のようにその社会学とその社会科学の場合ですと、個人はですね、その家族の影響を受けたり、その人が住んでいるところのですね、いろんな文化の影響を受けたり、マスメディアの影響を受けたり、所属集団の影響を受けたりというような形で、さまざまな影響を常に受けながらですね、自分というのを構築していると、そういった時にですね、その人に外部からその侵入する、影響力というのはですね、実はなかなかその、病死する適切
摘出することはですね、難しいんじゃないのかなっていう、こういうことも指摘されています。それでですね、私はこのカルト的行為っていう概念よりも、むしろですね、従来のまあ人権侵害とか財産権の侵害っていう言葉をですね、そのまま使った方がいいんじゃないかなというふうに考えてるんですね。で、その理解の補助線となるのがですね、バウンダリーの侵犯という概念です。バウンダリーって何かと言いますと、精神、身体、その人のその所有物に関してですね、超えてはいけない一線というのをまあ設定するというわけです。精神の自由、これはその審判としてはですね、思想統制的なまあ行為として見受けられます。身体の自由、その人のまあ性であるとかですね、肉体というのを自由にですね、他人が使用しちゃいけないっていう、こういうことですね。で、所有的境界っていうのは、その人のまあ財産権なんですけども、この所有権をですね、基礎的な人権として認めるのが、現代のまあ自由主義社会であります。で、宗教的行為といってもですね、人権財産権をまあ犯してはならないと、なぜならですね、人権財産権を奪われるとその人の主体性が保てなくなるからではないかというですね、こういうようなまあ、考えに立てばですね、特にまあカルト的な行為というふうに言わなくても、従来のまあ法律のまあ考え方、この枠の中でですね、問題はまあ解決の方向に行くんじゃないのかなというふうに、これは私は考えております。で、ちょっと時間の関係もありまして、その統一教会のその責任を認めた物品献金等損害賠償請求訴訟、これの詳細に関してはですね、省かせていただきたいんですけども、要点はこういうことでありました。物品関連の訴訟は違法性が判例上認められております。で、問題はですね、違法伝道訴訟というのが、同時にまあなされております。で、その中で問われたのはですね、信教の自由ということなんですね。で、その信教の自由ってことを考える際に、まあ、教団の自由がですね、すぐ念頭に浮かぶなんわけなんですけども、信仰を強要されない自由とかですね、あるいはその強要する教団に、国家が介入してですね、ある種制限を加えることの、まあ、是非という問題も、問われました。信仰の自由の発露とはいえですね、宗教的活動にまあ無限の自由があるわけではありません。当然のこととして他者の自由を侵害しない限りにおいて、自由であるという、まあ、これ内在的な制約がですね、存在しているわけなんですね。で、この制約っていうのがですね、宗教的な自己決定権や、信教の自由をまあ守る要であります。統一教会はですね、裁判の不当性を、まあ、主張しました。宗教行為というのを理解してない、司法がですね、宗教行為に介入していいのかという点からですね、こういった判決を、まあ、批判したということなんですね。で、現在その、霊感商法等への、まあ、対策検討会というのが、まあ、行われてまして、河野大臣がですね、この霊感商法の問題と、いわばその献金被害の問題ですね、これ接続的にまあ理解できるかどうか、対応が同時にできるかどうか、難しいかもしれないけども、検討していただきたいという、こういう話でありました。で、この検討委員会の中でですね、まあ、新聞の中にも残っていた文言でありますけども、その先祖のたたりをまあ駆除するという、こういうことを発言されたまあ委員がおりまして、論点はですね、いわばその統一教会が行っているまあその先祖解怨、正確には先祖の恨みを解くという行為なんですけども、これは信者に対するその対価的なサービスというふうにまあ見なせる、それであればですね、その消費者保護の枠で対応可能なんじゃないかということなんですけども、その宗教的行為、特にまあ献金とか布施、チャリティーを考える際にですね、実はちょっと根本的に違っている面があるということであります。交換論というのはその社会的交換論の話なんですけども、2種類ありまして、特定交換と一般的交換です。経済的な交換はですね、
この対価的なサービスに該当しまして、実はその宗教行為でもこれに準じたやり方はあります。おみくじ前100円200円とかですね、300円というふうにあらかじめその値段が設定される、あるいはそのお祓いとかお参りに関してもですね、個人的にやってもらうとその5000円であるとか、こういうことがですねおよそ相場としてそのできています。ところがですね、この布施とか喜捨とか献金というのは、実は贈与であります。この贈与というのは法律的な意味での贈与ではなくて、もう少しその社会的な概念としての贈与、見返りを求めない行為なんですね。自分がそのサービスを享受するというそういう立場に置かずにですね、社会全体に対して、こちら側から与える、それがいつ返ってくるかは分からないという、こういうタイプのですね一般的な交換としてはその贈与というのがあります。で、宗教的な施設とか事業というのはですね、やはりこういう信者の方々からのですね、贈与的行為なしには成り立たないんですね。で、この論理を統一教会とか、さまざまな教団が主張する限りですね、この布施とか献金の問題っていうのは、消費者保護法の枠外にあるというふうになっていくんではないかと、ここがですね、一つ大きな論点になろうかと思います。で、3番目の話題としてその被害者支援の窓口なんですけども、この、相談を受けながらですね、その相談の記録を残すということでは、非常に有意義だと思うんですけども、問題はですね、被害の回復をどうやったら図れるのかということだと思うんですね。で、被害というのは2種類ありまして、金銭的な被害、精神的な被害です。金銭的な被害というのは損害賠償請求訴訟などを通してこれまで、争われてきたわけですし、精神的な被害というのはそのカウンセリングで、対応されてきました。しかしその受け皿自体はですね、非常に限定された問題だったわけですね。で、これを政府は拡大していくのか、こういう拡大させるためにはですね、予算の問題もありますので、どういった対応をされていくのか、ここら辺、論点にしていただきたいなというふうに思ってるんですね。で、最後の話題になりますけども、フランスの反セクト法であります。で、このセクト法を考える際にですね、この10の項目ということですね、特にその精神的に脆弱な方々を守るということを念頭に置かれています。精神的に脆弱な方々って何かという誰かということですけど、青少年と高齢者なんです。で、この2つのですね、年代の方々を巻き込むような形でですね、危害を加えるような団体がある。だから、国家はですね、こういう法律を作って守らなきゃいけないっていうのが、反セクト法の精神なんですね。しかしこういった法律ができる背景をですね、やはりよく見ておかないといけないと思います。フランスでできたからですね、日本に導入できるかというと、そうは簡単ではない。セクト法が成立する前史というのがですね、実は20年以上のですね、準備期間が置かれているんですね。1985年にこのビビアン報告書っていうのが提出されまして、その中にですね、さまざまな新宗教団体、あるいはその心理療法団体などが記載されております。で、フランスではですね、宗教的な多様性を認める一方でですね、カトリックであるキリスト教、これが主流の宗教であるというこういう伝統があります。そこからするとですね、流入する新宗教っていうのは、かなり違和感を感じられるわけなんですね。で、フランスでは、これも共和制の伝統がありまして、カトリックに対してはそのコンコルダート、政教協約を結びながらですね、宗教勢力の、権力行為の制限をですね、ずっとやってきたっていうことがあります。そして、この乱して公共的な場にですね、宗教的な行為を持ち込まない、
ですからその学校でまあベールをかぶらないとかですね、こういう話になったわけですけど、こういった特徴がある中でですね、この反セクト法っていうのをまあ成立させたんですね。しかしながらこの反セクト法はですね、実際にはその適用されてはいないというふうに、言われてまして、この点はその反セクト法に非常に詳しい、山形大学のですね、まあ法律の中島先生ですか、この方もその、論説を書かれているんです。で、このまあ反セクト法に関してですね、信教の自由を侵害するのではないかとか、フランス国内でもまあ議論がありましたし、イギリスの方はですね、かなり批判的でした。で、実際はですね、実際というのは現在になりますと、むしろまあ新宗教というよりはですね、イスラム系の移民の方がかなり多数になりましたので、イスラム対応、あるいはその過激主義に対する対応の方がですね、政府としてはメインになってきつつあるということであります。これは最後の記事としてということなんですけども、このまあ現在のまあ統一教会、私旧統一教会っていう言い方しなくて、全て統一教会で統一してるんですけども、この統一教会の問題を解決するにあたってですね、統一教会にまあ問題を絞って対応するのか、あるいはもう少しそのカルト問題って形で拡大して対応するのかという論点があると思います。で、対応する際にですね、規制の法律、宗教法人法の81条を用いてですね、公共の福祉に反する活動をしていないかどうか、あるいはその宗教団体の設立目的に反する行為をしていないかどうか、これをチェック項目としてですね、宗教法人審議会等で議論していただいて、文化庁、文科省の方でですね、解散請求、これできるわけですから、そういう形でやるのか、あるいはそのカルト規制法っていう新法を作ってやるのか、これも論点なんです。で、現在ですね、統一教会と、政治家、これはその自民党の、一部の政治家の方々の関係ですけども、統一教会とその自民党というその関係ではだけではなくてですね、もう少しその宗教と政治の在り方を含めてですね、大きく議論していくのか、こういったその議論のやり方がですね、やはりあるんじゃないかなというふうに思ってまして、対応の仕方、どこにですね論点を絞るのかっていうこと、これはなかなか難しい問題じゃないかなということを申し上げてですね、私からの報告とさせていただきます。以上です。はい、桜井先生、大切なポイントを、要点についてお話をいただきまして大変ありがとうございます。それでは残りの時間で、質疑応答意見交換とさせていただきたいと思いますので、まずはご出席いただいている議員の皆さんからご質問、検定していただいていきあればまずいただきたいと思いますので、議員先生、挙手の上でご発言をお願いいたします。では小西議員からお願いします。桜井先生、ありがとうございました。参議院議員の、桜井先生、ありがとうございました。参議院議員の小西と申します。先生のご著書、その値段で言ってないでしょうけど、別の高いのだって買いました。明日の某立憲民主党 の質疑に生かされておきますので、ありがとうございました。詳しいご説明ありがとうございました。ちょっとお聞きさせていただきたいのは、被害者を救済するために、どういう法制度が必要かということについてなんでございますけれども、一つ先生の最後のページのところで、それについての問題の整理の仕方を提起していただいているんですが、まず宗教法人法の81条を今文化庁ですね、私も我々もこの間検討をやってるんですが、ただ刑事裁判で判決がないとできないんだみたいな、ものすごい曲解、この曲解をですね、一生懸命言っているんですが、
まあ、私の手元に今、昭和31年の文化庁の国会答弁がありますけれども、あの人権擁護委員会が人権問題について調べた事実関係の文化大臣がやります、文化庁やりますって、文化庁やりますって言ってますので、まあ、そうしたことは、局会なんだと思います。あと、消費者契約法の、多額の献金について、消費者契約法が対象にならないのかっていうのは、前回ちょっとヒアリングやったんですが、政府も、ならないことはないとも思うみたいなことで、条文上実は多額の献金であってもそれを排除するような条文が ないの で民法上は贈与契約ですので、大丈夫でしょうかというようなことであります。それですみません、で質問なんですが、よろしいでしょうか。はい、仮に宗教法人法の解散命令など発動しても宗教法人ではない団体として統一教会は残るわけでございますが、そこの団体が行うこの違法行為をどうやって防いでいくかといったときに、仮にそうした団体をカルト団体、家族的団体というと、そのカルト的団体のやっぱり物を買わせたり寄付をさせたり、あるいは、強度のマインドコントロールによって先生が言っていたこの教会を超えるような人権侵害を犯した場合には行政が何らかの形で出ていくっていうような、そうした法制度っていうのはやっぱり必要になってくるのか、あるいは現行のいろんな法制度をうまく運用するなり、あるいはそこの一部を解釈を明確化するなり付け加えるなりに対応できるのか、ちょっと先生のお考えをもう少し詳しく申し上げてください。はい、どうもご質問ありがとうございます。統一教会がですね、その宗教団体としてその宗教法人の、立場を持っている限りですね、多分その多額の献金というのはその宗教的行為になってしまう、贈与的な枠で考えられてしまう。ところがその宗教法人でなくなればですね、NGO とか NPO、あるいはただ、普通の財団法人になるかと思うんですけども、そうするとですね、消費者保護の方の枠の中でですね、かなり対応できるようになるんじゃないかと思うんですね。ですから、要するに同じ行為なんですよ。霊感商法でそのやっていたことをですね、一般市民にやるから、これはその消費者被害になるわけです。ところが、その信者に、なってからですね、同じことをやってもですね、これは消費者被害ではなくて、その信者に対する、いろんな意味での その審判的な行為になるんですけど、これを扱うですね、やっぱ法律っていうのがないと思うんですよね。ですからその統一教会の宗教団体としての、法人格の問題はそのどうするのかっていうことがですね、既存の法律を使えるのか使えないのかっていうことに私は関わるんじゃないかというふうに思ってます。端的にお答えするとこういうことであります。はい、小西議員よろしいですかね。一旦、はい、じゃあ米山さんどうぞ。はい、それでは大変ありがとうございます。ちょっとすごい基本的なこと聞いても恐縮なんですけれども、このフランスの反セクト法でこの1,2,3,4,5,6,10 っていうのは、最近これ非常によく見るようになったんですけれども、はい、私一生懸命調べる限り、でもこれは単にある種そのセクトとはこういうものだという基準だけであって、そのこれに該当するから何かその団体に対して何かをするっていう基準ではないという理解でいいんですね。で、反セクト法もその別に定められている条項の中でこういうこの罰条刑罰法規にそれぞれが該当して、それを繰り返したらそれは解散するっていうことであって、ここにあるその抽象的要件によって何か解散するってことでは、解散したり何か罰を与えることではないっていう理解でよろしいでしょうか。すみません、飛んでたところで。はい、その通りで、いいと思います。やっぱりこの精神の不安定化といってもですね、個々の様相を見ていかなければいけませんし、実は一つの教団であっても、元信者の方は精神を不安定化させられたって言うかもしれないですけど、いわば現役信者としてですね、とどまっている方はそのようには言わないわけなんですよね。そうすると、誰の被害の申し立てをもとにですね、例えばその精神の不安定化っていうのを考えるのかっていう、これは個々のケースでですね、やはり判断していかなければいけないことで、
これがですね、やっぱり難しいという、ことなんだろうと思います。統一教会のその献金被害の問題もそうなんですけども、あの元信者の方、あるいは一般の市民が被害を受けたっていうのは、これはまあ歴然たるまあ事実なんです。しかしながら、現在統一教会の信者として、教会員である方々はですね、これも被害の申し立てはまだやっていない。出たら、ね、やるかもしれないけど、信者としてはやらないわけなんですね。でその場合、この統一教会の、献金強要という行為をですね、誰の行為を声をもとに聞いていくのか、これ当事者の声をもとに聞くというふうに考えるとなるとですね、難しい問題が出てくるので、これではなくてもう少しその一般的な基準として、例えばその一般市民がですね1億円をその寄付するっていうのはどう考えてもおかしいっていうふうに、周りから考えてですね、あの基準を定めていくっていうのもですね、これは一つの考え方なんですね。いかにその宗教的にその熱心であるといってもですね、やはりその、まあ、老後のお金も必要だし、生活のお金も必要じゃないか、だからそういったものは必ず確保しなきゃいけないんだっていう、こういう考え方でですね、その人の献金相当額というのを、まあ外形的にまあ考えていくっていう、これも一つの考え方なんですね。だからどういう考え方のもとに、この精神の不安定化とか法外の金銭的な要求ということを考えていくのかということだと思うんです。あの事実としてはいくつかあるんですけども、それをどの観点から、議論として構築していくかによってですね、まあこれ違法的な行為にするのかそうでないのか、いろんなことが分かれてくるんじゃないでしょうか。もう一回だけ、これはあちこちで聞いてる質問で本当に聞こえたんですけど、特にまた特に憲法学者ってわけではないと思うんですけれども、この宗教法人法の81条で解散ということをしていくときに、常にその憲法の信教の自由ということが問題になるんですけれども、まあ私の個人の感覚としては、それは別に単に法人格の問題だから、で法人格がなくなったらなくなって勝手に信教してくれればいいじゃないかということで特段反しないとは思っているんですけれども、まあ、ここに対しての先生のご見解、この81条での解散というものを、まあ、今現にあって今合憲って言われてるわけですけれども、これもある程度、まあ、より今より強く適用していくことに対して、その信教の自由とのバッティングの問題は何かこう論点的にあるのかというのを伺います。宗教法人法の立て付け自体がですね、宗教団体に対してその法人格を与えるというある種まあ便宜を図るような、法の構成になっていて、いわばその行政的に宗教団体を管理、あるいはその統制するような仕組みでは全くないんですね。これはその戦前の昭和14年に成立した宗教団体法に対するですね反省から、まあ現在の宗教法人法というのはそういうになっているわけであります。でそれを考えたときにですね、解散権を、解散の請求をですね、文化庁、あるいはその文科省がやるという行為はですね、実はかなりハードルが高い行為であるというふうに、これはまあ文科省も認識しているし、実際にその業務に当たっているですね方々も認識されていると思うんですけども、ただ統一教会のですね、献金被害あるいはその霊感商の被害っていう、これがですね桁違いなわけですね。でこれに対して、何とかしてもらわないと、被害者は被害を回復できない、あるいはその一般市民が、不安である、こういった状況を解消できないといったときに、そこにですね、踏み込んだ対応っていうのをですね、私はやっていいんじゃないかと。でそのこと自体が、その宗教団体あるいはそこの信者さんの信教の自由を侵害するっていうところまではいかないと思うんです。いわばその信者さんが何を信じているかっていうのは、これは全く自由です。統一教会の信者さんが地上天国の実現をされる、これはこれで結構なんです。だからその実現のために他の人のお金を取っちゃうとかですね、信者になったらその人はもう全て出し切る
そのくらい献金を出さなきゃいけないとなったら、こういうその社会的行為に関しては、私は法律的な介入とかですね、行政的な介入があってよろしいんじゃないかっていうふうに個人的に考えております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では他の人なければ小西にもう一度どうぞ。食べてる間に参議院の小西です。今の質問の関連は81条の解散命令なんですが、お話通り過去2回例があって、まあ、オウム、もう一つは和歌山のお寺の明覚寺の件なんですが、じゃあ明覚寺の判決文を読み、あと文化庁がなぜ明覚寺について裁判所に解散請求したか、今のホームページで文化庁のホームページで誰も見てますので、見てると、まあ、統一教会でやってることも同じようなことだと思うんですが、先生の専門家の目から見て、明覚寺に解散請求を文化庁がやっているのに、なぜ統一教会にやってこなかったのか、これは端的に政治との癒着があって、まあ、そういうことができなかったんじゃないかと私は思うんですが、ちょっと先生の見立てについて、あともしご存知でしたら、81条の裁判所への解散請求は、法律の条文上は関係者、まあ、被害者もできるし、まあ、あるいは解釈によってはそれを支える弁護士の先生などもできると思うんですが、ちょっとそういう取り組みが今まであったのかどうか。先生がお示しつけてる場所で、民事訴訟では、あなたの違法認定がありますので、そうしたことで、もしご存知のことがあれば、お願いします。はい。その関係者として、被害者がですね、その解散接種をしたかどうかっていう、ちょっと私はここあまり詳しくないんですけど、その国家のですね、責任っていう、国家賠償請求訴訟があったっていうのは存じ上げてるんですけども、被害者がですね、関係者として解散請求をしたっていうのは私ちょっと聞いてないんですよね。で、条文がありながらですね、なぜその明覚寺には適用して、明覚寺の被害から、約2桁多いですね、統一教会に対して適用しなかったのかと。明覚寺に対してはその刑事的にですね、詐欺というふうな認定をしたのに、統一教会の場合はその詐欺じゃなくて民事上の私人間の争いになぜされちゃったのかということなんですけど、これはですね、私はその政治的な、力、配慮、具体的に誰が配慮したってのは言いませんけども、これがやっぱりあったとしかですね、やっぱ思われないですね。ですから先生のご意見には全く賛成です。はい、ありがとうございます。その他、石垣さん。はい、岡田先生ありがとうございました。被害の回復という点で、先ほどのお話の中に、元信者さんが、自分が今まで献金したものを返してくれということで訴訟を起こして返金が認められている例、霊感商法を含めてあると。ただ現役信者さんはあくまでも自分の善意で自分のマインドコントロールされている状態と、ちょっと客観的に見ればそういうわけなんですけど、その方たちが訴えることは基本的にないと。でそういう場合に、じゃあ誰の被害の申し立てによって判断するのかという話がありましたけれども、第三者が、ご家族の方がメインになるとは思うんですが、その被害を、訴えてその一部なのか、返金要求をするような場合に、どのようなその問題点というか気をつけなければならない点があるかというふうにお考えでしょうか。はい、典型的な例を申し上げたいんですけども、高齢者の方がですね、自分の遺産を遺贈という形で、統一教会宛てにですね、指定するっていうケースがあります。で、その遺贈する場面とかですね、あるいはその公正証書を仕立てるとか、これに関しては教会の方がですね、いろんなそのアドバイスをするわけですね。で法律的には申し分のない形になっている。でそのことをですね、ご家族の方がその知った時に、じゃあどう対応できるのか。いわばその財産に関してはその所有権というのはその高齢者の方が持っているわけであります。で、その人が
決断したことっていうのは、まあ、法律的に保障されてるという時に、いわばそのお子さんとかですねが、いやいやそれはそうじゃないんだと、これはその親がですね、非常にその弱ってる時にですね、まあ、不当な影響を受けてですね書かされたんだっていうふうな、まあ、こういうような被害の、まあ、申し立てになっているわけなんですけども、実はこれ裁判の中でですね、どう主張していくのかっていうのは非常に、まあ、難しい問題なんですね。ですからそういった時に、いわばその個人 の, その主体性っていうのを、まあ、本当にその個人だけにその帰属させるのか、あるいはもうちょっとその家族とか関係者の、まあ共同的な行為としてですね考えていくべきなのかっていうのは、ちょっと私は法律的な議論としてはね、よくわからないところはあります。ただその社会学的な観点からすると、個人で全てを決定するっていう、こういうその主体性のあり方とは別にですね、家族的な、まあ、事故であるとか、いろんなところから影響を受けながら、まあ形成される事故っていうのが、まあ考えられるんで、私はその家族の意向っていうのをですね組むような形で の,、まあ法律の、まあ適用っていうか解釈っていうのがあっていいんじゃないかと、先ほどの例で言えば具体的に言いますと、そのお子さんの意向とか納得が全く得られないような形でですね、こういった遺贈が行われるってことは、問題じゃないかっていうふうに思っております。はい、石垣さん続いて。ありがとうございます。その上でといいますか、北海道の郷路弁護士がこのマインドコントロールをされてある電動の違法性という観点から、訴訟を組み立てられていらっしゃいますけれども、そのご家族が、まあ、家族にご家族からその被害訴えをする際に、まあ、自分の娘なのか親なのか分かりませんが、そのいわゆる電動の違法性があって、今本人はそういう状態にあるから、この献金はいくら本人の名義になっているとはいえ、一部返してもらわなければいけないんだというような主張というのは成り立ちうるんですかね。はい、この郷路先生は私非常に親しくさせていただいてますけども、まあ、合路理論というふうに言われてるんですよね。で、合路理論って何なのかっていうと、入り口の時点でですね、まあ、マインドコントロールという言葉を使わせていただきますと、まあ、その疑問をさせられたと、信じ込まさせられた。で、その信じ込まさせるやり方が非常に不当であって違法な行為でありますと、それ以降に行われた一連の行為はですね、全て違法な行為の結果というふうに見なすんですね。だからそこで意思決定されたことっていうのも、全てまあ統一教会の違法な不当な影響力の行使のもとになされたものなんだから、献金とかですね、そういったものは全て、損害賠償の対象、請求の対象になるということなんです。従来 の, 法律っていうか、その、裁判の枠ですと、不当性を言う際にですね、心理的な圧迫を受けるとか脅されるとかですね、それがその都度あれば、今回は要するに不当なやり方で献金させられたとか購入させられたと、で次の回もですね、そういう圧迫があったかどうかっていう、これをずっとですねチェックしていくんですね。ところがその合路理論によればですね、最初の段階で違法な行為によって信じ込まさせられるという、こういうことがあればですね、それ以降すべてこの結果なんだから、その都度のですね心理的な圧迫であるとか、こういうことがなくてもですね、その不当性が訴えられるっていう、こういう議論になっています。でこの議論を、まあ飲んでくれるっていうか、納得してくれる裁判官もいれば納得しない裁判官もいるという、こういうことなんですね。はい、ありがとうございます。はい、それでは皆さん大体よろしいですかね。はい、
それでは、先ほど先生ありがとうございました。大変貴重なご意見提示いただいて、提を頂戴いたしました。我々、これから立法化に向けて、また努力を進めてまいりますが、今日いただいたご意見提示も含めて、しっかり今後の私たちの議論に生かさせていただきたいと思います。どうか引き続きのまたご指導いただければありがたく思いますので、よろしくお願い申し上げ、今日のところは今日貴重なお話をいただきました先生に年代の拍手で感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。はい、ありがとうございました。どうも、失礼いたします。はい。はい、それではですね、今日の2番目の議題になりますけれども、この間我々も首相ヒアリングで、いろいろ課題提起もしてまいりましたが、旧統一教会問題の、相談集中強化期間というもので電話相談が始まっております。今日はその状況について、法務省、それから関係省庁ということで警察庁、厚生労働省にもお見えをいただいておりますので、随時お話をいただいて全体で質疑をしてまいりたいと思います。代表はいいですかね。代表大丈夫。代表どこですか。早速ですが、まず、法務省からご説明をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。すみません、今日時間の関係で手短にとお願いしていると思いますので、まず簡潔にご説明をお願いいたします。はい、承知しました。法務省でございます。お手元にですね、チラシの方をお配りさせていただいております。この集中相談強化期間でございますが、大きく2点ございます。まず上の枠囲いでございますが、合同電話相談窓口、これを開設させていただいております。フリーダイヤルで統一の電話を設けて、お悩みを抱えている方々からですね、まずはお話を伺っております。それが上でございます。もう一つは下の段でございますが、既存の相談窓口、これも従前から相談を承っていたところでございますけれども、ここもですね、連携を強化して、それぞれ相談を受けているところでございます。で、関係省庁なんですが、上の段の枠囲いの下に黒字で記載させていただいている通り、内閣官房、警察庁、消費者庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省と。また連絡会議のメンバーとしてはここに書かれているもの以外にもですね、外務省にもお入りいただいて相談対応体制を強化して臨んでおります。手短ということもまずは以上でよろしくお願いします。非常に手短にありがとうございます。ちょっと、今後の議論のためにこれ相談者が電話をかけた、電話がつながった、電話がつながって以降のフローを教えていただけますか。はい、まず合同電話相談窓口において、電話を受けたまった場合、そのお悩みの内容をですね、解きほぐしてですね、何が一番問題になっているのかということをよく伺うということにしております。いろいろな実際にはお悩みがあろうかと思いますけれども、その何が今緊急問題となっているのか、お金を返してほしいのか、それとも身の安全を確保してほしいのか、いろいろあると思います。その一番現実的に直近で問題になっているものをまず伺う、あるいはその方がですね、複数のお悩みを抱えていることも当然ありえます。そしたらその複数のお悩みを聞き出し、今度はその優先順位をまた伺うということもさせていただいております。でその上で、より具体的に問題を解決するにあたっては、例えば物の取引とか寄付の話であれば、詳しく事情を伺わなければならない。でそれに関しては証拠書類いろいろお持ちだろうと思います。でそういうものの証拠書類を見せていただきながら、さらに詳しいお話を伺うというのは、各機関の最寄りの窓口ということになってまいります。
従いまして、まずは先ほどのような整理をお話を伺いながらさせていただき、そしてその優先順位とか悩みの中心に従って、当該最寄りの窓口をご紹介する、こんなフローでございます。はい、ありがとうございました。ちょっと時間の関係であまり質疑の時間ないのですが、どうしても確認をということがあれば、1問くらいはお受けできますが、吉田さん、はい。衆議院議員の吉田晴美です。一つだけお伺いしたいんですが、被害者の方がやっぱりこの番号にどうやって到達するかっていうのがとても重要だと思うんですが、この番号をその被害を受けていらっしゃる方が検索しやすいようなキーワード設定をなさっているのか、どういうところでこういう告知をなさったのか、教えていただけますか。お願いします。ありがとうございます。大変重要なご指摘であろうと認識しております。この相談窓口については各省のですね、インターネット上のホームページでもそれぞれ掲載させていただくとともに、省庁が持っている LINE であるとか Twitter であるとかの公式アカウントを利用してですね、それも販布しております。またマスコミの方々にもですね、この窓口についてはできる限りご紹介いただいて周知に進めているところでございます。以上です。ちょっとごめんなさい、時間2つだけ教えてください。これこの番号で相談を受けるのは誰ですか。これはどこかに外注発注出しているのか、専門家がこれ電話を受けて先ほどもおっしゃられたフローを対応して最終的に専門性あるところにつなげている、それをやっておられるのはどなたなんですか、というのが一つで、最後のところでおっしゃった専門性あるところにつなぐ、そのつなぐ先の専門性あるところというのはどこですか。その2点だけ分析します。はい、ありがとうございます。まず1点目ですけれども、各省庁が関係するですね、相談機関の熟練した相談者に来てもらっています。それが1点目でございます。それから丸2はつなぐ先ですけれども、それは下にも書かれている窓口もそうですし、これがまずは基本ということになってきます。でそれ以外にも必要な窓口がある場合にはそこを紹介しています。例えばインターネット上の誹謗中傷であれば違法誘拐情報センターとかですね、いろいろ機関はございますので、そういうところに対しても紹介はさせていただいております。以上です。振り分けるのが、フォーテラスとかには行くんでしょうけど、この0120… 山田さん、もしあれだったら、マイクでどうぞ。はい、今の質問もそのままなんですけど、むしろそれを下の方の、例えば警察や消費者オプラインがそれぞれ熟練した誰かに行くんだろうことはさらにみんな分かるわけです。フォーテラスはきっとそうなんでしょうね。そうじゃなくて、その0120、090、590にかけたときに、取り合わせする人は誰なんですかと。それは誰が受け負っているんですかって質問だと。はい、あともう一つ、せっかくですから、9月5日にもう始まってるんですが、7日現在で何件あるのかを、その時点でお願いします。まず、後者の方から、後者の方なんですが、初日の9月5日の数としてですね、速報値として155件でございます。それから、前者の方、ちょっと、言葉足りず申し訳ございませんでした。熟練した相談員は それぞれの既存の窓口にもおりますし、そこから派遣を受けてこの電話相談窓口にもおります。こういうことを申し上げたかったところでございます。じゃあ最後ちょっとごめんなさい、小西さん最後に。ここでこういうシステムでこの受けた相談を政府として何かの対策に生かすために、その相談内容なんかをどこかでこうきちんと整理して取りまとめて分析するような、そういうことをやることになっているのか、あるいはそれぞれ相談を受けてそれぞれの担当のところに振って、その現場の現場の対応で終わるやり方になっているのか、それを教えてください。はい、お願いします。今先ほどの相談件数とか、あるいは相談内容について、これをどのようにしてですねお知らせするかというのは、ちょっとまた関係省庁間で話し合って決めていきたいと思っています。お知らせじゃなくて、はい、対策に生かすかどうか、政府としても対策に生かすことになっているのですね、そうでないのですか。対策にはいろんな対策があると思います。でそれは
私が今やらせていただいているのは相談対応を連携してしっかりやるということですので、そこにはもちろん行かさせていただいていただきます。やらないで、おそらく、はい、記録されてるかって質問だと思います。ちゃんと一体となって記録されてますかっていう、ちょっと回答になってないかも。記録の問題については、どのようにして、集積して、記録していくかというのをこれから連絡会議の方でまたきちんと検討してまいりたいと思います。はい、すみません、ちょっとまだ確認があろうかと思いますが、申し訳ありません。今日のところは以上で、少し今後また相談続けられる、ちょっと今最後の方はなんかちょっとはっきりしたお答えになってないような気がしますが、また別途ちょっとこれについてはもう何日かやられた上での対応というものを少しまた報告を受けながら議論させていただきたいと思いますので、今日のところはすいません、以上にさせていただきたいと思います。すみません、各庁の皆さんも来ていただきましたが、ありがとうございます。一旦ここまでにさせてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。はい、今日はS さん、今、ツイッターでの後ろから今日は、ボイスチェンジャーをかけさせていただいておりますので、そこはご協力をお願いします。で、顔出しは現になしということで、足元のみ今日は、ご許可をいただいておりますの で音声はこうしてボイスチェンジャーかけさせていただいておりますので、そこも本人のご本人の生の音声は報道は一切なしでお願いをしたいと、書いたままでの報道をお願いしたいということで、ご協力のほどお願いいたします。で、今日また小川さゆりさんにカメでございますが、ご出席をいただいておりまして、今日もまた改めて、この間の、今日皆さんに私どもにまた意見提起をいただけることになっておりますので、それぞれからまずご発言をいただきまして、質疑をやらせていただいて、今日おおむね今日役所の皆さんにも残っていただいておりますので、30分程度で、やらせていただければと思っておりますので、そこのご協力もお願いいたします。で、今日もこういう事情ですので、生配信、動画配信はいたしませんので、そのことも確認をお願いしたいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、それでは、今日泉代表、来ていただいておりますので、冒頭泉代表から一言、はい、ご挨拶よろしくお願いします。改めて、西村本部長以下ですね、我々この対策本部行ってきております。そしてこの立憲民主党カルト規制法案にかかるヒアリングというものを今日前段で行わせていただきました。我々としてですね、マインドコントロールによる、この高額献金、これをどう規制していくかということについては、特に今日お二人の当事者の方にもお越しいただいてますが、そういう要望をですね、多くの当事者の方々がお持ちであるということ、これはもう家庭崩壊、生活崩壊につながる、まさに直結するということで、ここについての規制を求めているという声も多数あります。また現行法で何ができるのかということについても、宗教法人法の中で今考えていかねばならないことも当然あるわけです。そういったことをですね、政府のこの相談集中協会機関の窓口はあると思いますが、おそらく当事者の方々はいろんな不安の中でここにはかけられないという方もあるんじゃないかと思うんですね。そういう時に、いわゆる当事者の仲間というか、祝福2世の皆さん自身が声を上げたことによって、その皆さんにも数多くの声が、生の声が届いています。そして当事者同士だからこそ分かるさまざまな聞き取りというものもできておりますので、ぜひ今日はそういったお話も含めてご意見をいただいてですね、この対策に生かしていく、これは各省庁ともまたその対策に生かしていただきたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。はい、泉代表ありがとうございました。それでは、早速でありますけれども、まず今日ご出席をいただいておりますS さんから、ご発言をいただければと思います。手元にペーパーも配っていただいていると思いますので、こちらも参考にしていただきながら、まずお話を聞かせていただければと思います。それでは S さん、今日はありがとうございます。どうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずはじめに、私自身は特定の支持政党ございません。皆さんもお話しされている通り、共同化で考えていただきたい問題としてお話しさせていただきます。
また親や周囲にバレるリスクを極力抑えるために、曖昧な表現の部分もあるかと思いますけれども、その辺はご理解の上ご了承ください。まず私が、母が結婚後に入信して、いた家庭の信仰二世という立場であります。で、母は現在開会しております。入信のきっかけは、このままだと家族が不幸になると言われたことです。私自身は信仰心はありませんでした。しかし親の信仰心は否定したくなかったため、黙って受け入れていた記憶があります。私の家庭は裕福ではありませんでしたが、普通の生活ができるレベルの家庭でした。しかし子供の目に見えない部分で献金や霊感商法による借金返済に苦しんでいたことを大人になってから知りました。また私が働くようになってから、母の献金によってできた借金が残っていることを知り、どうにもできなくなり、見るに見かねて私自身が借金の返済を手伝ったこともありました。そうしないとさらに状況がひどくなり、家庭が壊れてしまうと思ったからです。今まで統一教会の物品購入や献金による総額がいくらなのかは親からは聞けていないので分かりません。分かるとしたら自分が返済を手伝った金額ぐらいです。献金は自己責任という声も聞いています。しかし信仰を始めたきっかけが家族が不幸になるから入っているので、ずっとその考えに支配され続けている部分があります。これをしないと先祖が苦しみ続けて家族が幸せになれないという言葉でたびたび献金を行っていたとも聞いています。これまでもメディアや SNS 上で見かけた身内に不幸があった人を狙う、恐怖を植え付け冷静な判断ができなくなった人を狙うという手口は本当にある話です。宗教や信仰そのものを否定したいわけではありません。しかし主婦や学生にとっての数十万から数百万は十分に大きい金額です。それを払うために周囲や子供から借金してまで研究をするほど追い詰められている家庭は複数あるという話も聞きます。そこまでしなければならないという気持ちに追い詰めてまで研究をさせる必要があるのでしょうか。家族を思う気持ちを利用して絞り取ろうとするようなレベルの法学研究をさせるのは宗教としては逸脱した行為だと思っています。私の家庭のように生活は普通にできていても、子供に見えない部分で潜在している例はたくさんあると思っています。他人事だと思ってほしくないのです。またこの世の中に出てこれないけれども、同じような悩みを今も抱えている人を SNS 上で複数見かけます。特に未成年は声をかけることすら難しいと思います。どうか一時的ではなく継続して相談できる場所を、未成年でも相談できる場所を作ってください。そして法学献金を規制し、苦しい思いをして献金をすることがないように国として対応していただけたら幸いです。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、Sさんありがとうございました。それでは続いてまた小川さん、今日もありがとうございます。今日もまたご家族で来ていただいて本当にお忙しい中毎回ありがとうございます。今日また前回ヒアリングをさせていただいて以降、いろいろとまたお調べもいただいて、今日追加的にまた課題提供いただけると伺っておりますので、小川さんの方からのご発言を、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
はい、今回もこのような場を設けていただきまして本当にありがとうございます。簡単に自己紹介いたします。小川さゆりと申します。両親が、統一教会の合同結婚式に参加し、そこから生まれた祝福2世、2世として育てられてきました。現在は脱会しております。そして、S さんと同じく私は、特定の支持政党はございません。この問題を超党派で考えていただきたいと思っております。今回お配りした資料の以降のプロフィールはスピーチでは割愛させていただきます。まず今回お伝えしたいことが、被害者を増やさないために超党派で対応していただきたいことがあります。一つ目は、今回9月の4日から、現役信者、元信者さんたちを対象に献金被害を中心にアンケートを実施いたしました。はい、高額献金、霊感商法の規制を目的として献金被害を中心にアンケートを実施いたしました。そこで現在35件、今もう1件また来ているんですが、30件を超える被害報告を受けました。一部抜粋させていただきます。まず、生活費がなく、貧困で困ったという例、これは自分自身も経験しているんですが、本当に多くの信者さんたちがこの問題で苦しんでいます。現在進行形で苦しんでいる人がたくさんいます。そして、親からの金銭の要求、お金を貸してと言っても返してもらえないケースがほとんどで、生活費などを名目に、しかし同時期に高額な献金をしていたり、そういった問題が後を絶たない状況でございます。そして子どもの教育費を使い込まれ進学に影響が出た、これも、実際起こっている、被害でして、奨学金 を、親に借りろと言われてそのお金を献金される、そんな話もたくさん伺っております。そして親の老後の不安、無年金だったりとか、貯蓄がない、そのような、家庭が多く、親の介護をしなければならなかったり、親の老後まで心配しなければならない、そのような家庭2世たちがいます。そしてネグレクトや虐待を受けている信者もいます。そして宗教の面でも信仰の押し付け、信仰的な脅迫、言いつけを守らないと山に連れて行かれて放置されたりだとか、今回アンケートの資料もお配りしているんですが、マスコミの方にオープンできるアンケートと、もう一つ、マスコミには公開しないでほしい、個人の情報を守ってほしいという情報もありましたので、2つお配りしていると思います。その点ちょっとご注意ください。そして、一部一つ例だけご紹介したいと思うんですが、30代から40代の方、これは兄弟全体で、報告していただいています。というのも兄弟の方も私にアンケートを答えたいと思ってくださっていたんですが、ページは3ページ目になりますね、すいません。アンケートの3ページ目になるんですが、この兄弟の方々が報告する際に、あまりにも辛い経験をしてきて、それがちょっとフラッシュバックしてしまって、体調を崩してしまわれたという話を聞いております。私もこのアンケートを見るにあたって、ちょっと本当にあまりにも重い内容、辛い内容が多くて、本当に涙なしには読めない内容がたくさんありました。この方は両親から虐待を受けておりまして、突然説明もなくあざができるほど殴る、日常的な暴力、押さえつけてバカ地獄へ落ちるぞなどと、脅迫する行為だったりとか、あとですね、保護してくれた方がいらっしゃったみたいなんですけど、その方食べ物をくれたりした大人がいたんですが、それと引き換えに労働力、性的搾取の対象として利用され、抵抗の余地もなかったと、そのような話があります。そしてその方が警察や弁護士、宗教家の方に相談されています。しかしそれは宗教の問題だからといって
向き合ってくれなかった、そんな話を伺っております。なのでこれらとして献金や霊感商法により人生を狂わされ苦しんでいる人たちが数多くいます。なので私は本当に何度もお伝えしておりますが、高額献金を必ず規制していただきたいと思っております。被害者を出さないために、2つ目、統一教会を解散させていただきたいと思っております。カルト団体が宗教法人として認められているのは明らかにおかしいと思います。前回の文科省へのヒアリングで実際には宗教法人法での規制が機能していないと分かりましたので、違法な契約や恐怖心を煽る教義、児童虐待などを理由に別の法律で団体を規制解散できるようにしていただきたいと思っております。そして3つ目です。宗教的虐待からの子どもの救済です。行き過ぎた信仰により子どもの人権が脅かされていることから、虐待に遭っている子どもを守る法律を作っていただきたいと思っております。どのような理由であっても子どもの利益を最優先に考えて動ける組織を作っていただきたいです。そして最後に政治と宗教の関係について検討していただきたいです。フランスの反セクト法ではセクトを判別するための基準のうちの一つとして公権力への浸透の企てという項目があります。統一教会のいろいろな活動に関わりのある政治家の権威が利用されてしまい、結果的に勧誘や被害を大きく拡大させてしまったと思っております。宗教団体の政治活動の規制は憲法上できませんが、カルト団体は有力な政治家の権威を悪用しようとしてきます。同じような被害を起こさないためにも政治家側の行動基準について法律でルールを決めてほしいと思っております。改めてになりますが、今回のアンケートで皆さん本当に回答をするかどうかも迷われていましたし、当時のことがフラッシュバックしたり体調を崩してしまわれたり、そのような思いを抱えて、それでもなんとか私にこの場で伝えてほしい、法律を変えてほしい、そう願っている被害者の方々がいます。前回のヒアリングでそういった被害者の方は個別に裁判所へ行って訴えたりするべきだという声もいただきましたが、気づいた頃に、被害に気づいた頃にはもうすでに大人になってしまって手遅れだったり、精神疾患を負ってしまったり、自分自身も精神疾患を負って社会復帰が難しい時期もありました。またそういう人が勇気を出して声を上げることっていうのはとても難しいことであって、またそれがたとえできたとしても、じゃあ今被害を受けている小さな子どもたちは声を上げることもできません。守ってくれる大人もいません。そして宗教全体がその子どもたちの敵になっています。宗教の統一教会がその子どもたちの敵になっているわけで、訴えることっていうのが本当に難しい状況であります。なので私は今回お伝えしたこの4つの項目をどうかまた検討していただき、お答えいただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、岡田さんありがとうございました。今日は調査もかけていただいて、その結果も含めてご意見提供またいただけたことにも感謝を申し上げたいと思います。メディアの皆さん、改めて小川さんも今日顔出しは NG、首からしたということでご協力をお願いしております。音声は OK ということで、小川さんの場合はこれまで通りで改めて確認をさせていただければと思います。それでは、S さんありがとうございます。小川さんを含めて当事者、お二方からご意見提供をいただきました。出席いただいて皆さんの方からご質問、何あればいただければと思いますので、手を挙げてのご発言をお願いいたします。では米山議員からお願いいたします。はい、じゃあ S さんとか両方に伺いたいんですけれども、まあ、お話の中でも出てきたんですけれども、この害悪の告知といいますか、その、まあ、お金を取る理由としては基本的にはやっぱり現世の家族が不幸になるみたいなことでいいんでしょうかね。というのはその規制を考えるときに、例
例えばそのあの世で不幸になるからお金を払えって言われた場合にそれを取り締まれるかって、それはかなり取り締まりづらいんだと思うんです。あの世のことって証明できないので。でもそれが、まあ、超自然的な因果関係を通ったとしても、いずれにせよあなたの親戚が不幸になるって言い方をしたならば、それはまあ恐喝の一形態であるっていう取り締まり方がおそらくできるんだろうなと思うんです。なので意外にその具体的な家族への加害を言っていたのか、加害的な不幸みたいなことを言ったのか、まあ、それともそのあくまであの世って言いますか、この世ではないこと話をしたのかっていうのが一つお聞きしたいっていうのが一つです。でもう一つはその、まあ、子どもの救済っていうことをじゃあ具体的に法律でって考えたときに、まあ、できることってやっぱりその、まあ、ここにもありましたけども、宗教的虐待というものを定義することだと思うんですよね。その子どもの人権を無視するような宗教の押し付けみたいなものは児童虐待の一類型であるっていうような定義をして、で児童相談所なり何なり、まあ、宗教法人法なり何なりを介して法人に指導をして、で指導に従わなかったら解散させるみたいなことをするんだと思うんです。 でもそれをするときに問題になりそうなのは、まあ、それをまず誰が言うのか、で、まあ、それをお子さんが言ってくれそうなものなのか、高校生ぐらいという前提です。まあ、さすがに小学生もいいでしょうけど、高校生ぐらいのお子さんが言ってくれるものなのか、で言ってくれて、しかも、まあ、おそらくそれは宗教法人の中からは、いや、そんなことすんなって言われるんでしょうけれども、それでも、まあ、比較的折れずに入れてくれる人が何人かいるかみたいなのが、きっと実効的にそれを運用できるかどうかになるんだと思うんですけれども、その辺でどうなんでしょうか、もしそういう宗教虐待、宗教的虐待というのは児童虐待の一類型だって決めたときに、まあ、高校生ぐらいのお子さんがそれに、一緒にそれを やれるものなのかっていうことを、まあ、それこそ当事者の考えとしてお聞かせいただければと思います。はい、2点いただきましたが、Sさん、いかがでしょうか。ごめんなさい、質問。大学の牧師はどんなことが起こるぞって言われた。失礼いたしました。私も母からのまた引きなので、まあ、ちょっと本当にふんわりとした回答しかできないんですけれども、まず、対話の段階で、まあ、このままだと家族がっていうふうにちょっとおっしゃ、申し上げたんですけれども、まずちょっと、すみません、対象は、まあ、子供だったりとか、そういった形で言われたことがまず根底にある状態の中で、まあ、その後その例えばその物品購入に関してはこういったものを購入すると、例えばまあ何て言うんですかね、その健康になるとかそういうような、なんかそのまあこういう物品を持っていればその守られるとか、そういうような形で言われた部分もあったみたいなんですけれども、経験、特に先祖解怨ですね、こちらに関してはやはり言われ方としては、そのこの何代目の、ここの先祖が、早死にしたのは何代前のこの先祖が、まあ、恨みを持っているから、その地獄で恨んでいる部分があるから、そこを恨み晴らしてあげない と、今の、 その何代先の、今の子孫に、不幸が起きてしまうとか、そういうような感じの、言われ方をしていたという話はちょっと母から聞いています。なんかその直接的になんか具体的にどういうふうに、どういうことが起きるかとか、そういったことをちょっと私自身が聞いていないので、本当に母からの母がこういうふうにこういう理由で先祖解怨をやるんだよっていうのを、まあ、私に話していた程度の話しかちょっとすいませんできないんですけれども、そういった感じです。
範囲で、じゃあ私もお答えいただける範囲で、はい、お金を要求してそれが霊的なものとか証明ができないものであるからあのようなことは証明できないと、まあ、ただそれって要求する方にも言えることでありますし、あとその高額な献金を要求したということで家族が苦しんでいる家族、まず私の場合も両親はおそらく1000万前後献金しております。それって私の了承とかは一切なかったんですよね。そんな相談もなく、私が高校時代、高校卒業、金銭を要求されたことは全て生活費のためとか、そういった要件で、献金とは言ってくれませんでした。まず、家族の了承もなく、家族が苦しむ、貧困、苦労するほどお金を要求するということはおかしい。家族の了承がないことはおかしい。そこで十分、そうですね、問題とすることができるんじゃないかと私は思います。そして後半の方なんですけれども、まあ、確かに高校生が被害を訴える、子どもが被害を訴えるということは、まあ、確かに実際難しいと思います。なのでやっぱり学校の先生の協力だったり、大人が見つけてあげる、大人が気づける、そういう仕組みが必要だなと私は思います。子どもたちが気軽にそういったことを話せる場所があったり、話せるそういう相談員の方がいたり、そしてまたそういうことがおかしい、そういうことを相談できるということがこの社会で当たり前になっていく、そういう場がやっぱりできれば、そういうものを作っていていただきたいなと私は思っております。以上です。あ、すいません、ちょっと変わります。ちょっと1問目について補足させてください。1問目 のご質問というのは悪魔の証明なのか現実的な問題なのかというところだったかと思うんですけれども、まず言葉としては両方どちらもたくさんあると聞いています。でただその教義のロジックとして分かりやすくこの世とあの世って言葉を使いますけれども、信者の方々はこの世の延長線上にあの世が現実的にあると、別世界ではなくてこの世とあの世が全く同じその延長線上にあるというふうに信じてらっしゃってて、でこの世よりもあの世の方が永遠に続くので、そっちの方が価値があると教え込まれているんですね。のでそのどこで不幸になるっていうあの脅し文句っていうのは、そのご本人たちにとってはあまり線引きは意味ないものとして捉えられてるんじゃないかと思います。法律上はどうかっていうのはちょっと皆さん方にお判断をお任せします。衆議院の徳永と申します。今日小川崎からお示しをいただいたさまざまな論点の中で、やはり政治的な取り組みが必要なのかというものはあろうかと思いますので、それはしっかりと受け止めさせていただきますが、今この時点で苦しんでて悩んでおられる方がたくさんおられる、でそういった方々のお一人でも救わなければならないという観点のもと、今日こうずらっと来ていただいている省庁の方々がこういう合同電話相談窓口というのを設置をされました。でここでお聞きをしたいんですが、これまでにもそれぞれの都道府県とか市町村で、お困りごとがあったら何でも相談してくださいねと、何でも相談ダイヤルみたいなのはあって、でこうやって信者の方、あるいは元信者の方でそれ困られて、そういう行政機関に電話をして相談をしようというメンタリティになるのかな。でこれいろいろとアンケートをうなずんだからこそ自分たちの思いを分かってくれるんだろうという思いのもとに書いてくださっていると思うんです。それがこういう行政機関にそうやって自分の思いで何とか助けてほしいと言って相談するもんなのでしょうか。役所の方ごめんなさいね、やってることが意味がないと言ってるわけではありません。やっておられることを少しでも意味付けするためにも、例えばこういうふうに工夫をしてもらったらその垣根がだいぶ下がって相談をしようという気持ちになるんだというようなことがあるならば、ちょっと教えていただきたいというふうに思います。小川さんからお願いします。はい、ありがとうございます。まずやっぱり話を聞いていても、元信者の方々で、行政などに相談された方は実際にいます。私自身も、当時、親から私が精神病棟に入院した際に無断で自立のために貯めていたお金、
20万近く引き落とされたりしました。そのことは盗みとかそういうものにならないのか、家族間でもこれはあってはならないことではないかと、役所の方に相談に行きました。警察の方にも行きました。しかしやはり家族間でのこと、しかも宗教が絡んでいるということで、全く相手にされず、あなたが自立すればいい話でしょ、そういうふうに言われました。そうなった時って、まあ、私は大人でしたけど、まあ、これは子供だった場合絶対もう相談に行かないですよね。大人が味方になってくれている体制がないので、なのでやっぱり先ほども話したように、もっともっとそういった大人の方々が宗教に対してまず理解していただくこと、受け止めてくれるということ、それが大事かなと思います。あ、ごめんなさい。まあ、多分皆さんなんとなく心当たりがあるかもしれないんですけど、子供の頃ってこう怖いことほどバレたらどうしようってネガティブな思考になって動けないと思うんですね。で、誰かに助けてほしいなっていう時に、まず電話番号とかそういう相談先を浮かべられる子ってまずいないと思うんですよ。例えば、具体的な案としては、その小学生の頃とかにここに来たらとりあえず大丈夫っていうような場所を見学に連れていくとか、そこで何をしてくれますっていう説明をちゃんとするだとかいうような、こう具体的な現実感のあるような教育があれば、とっさのなんか困った時にでも、思い出して動けるような子が増えるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ山根さん。過ぎておりますので、私からは質問ではないんですけれど、先ほど小川さんとお話ししていたら、この、まあ、実態ですね、今回事例小川さん集めてくださいました、まあ、後ほど各役所の方にお渡ししたいということですので、ぜひ、法務省の方では相談体制の各役所にこれを共有していただきたいですし、また消費者庁は今霊感商法検討会されていると思いますので、紀藤先生をはじめとする議員の方々にもぜひこれを共有していただければと思います。これはまあそういう思いを持って、これ大変な思いをして小川さん今回集めてくださって、この書きたくないことをとにかく国の方々に届けたいということで集めてくださいましたので、お願いしたいと思います。それで1点だけ、先ほどちょっと控室におりました小川さんが一つ質問か要望かあるでおっしゃってましたので、よかったらどうぞ。はい、そうですね、私が先ほどお伝えしたかったことということで、はい、被害者を増やさないための、その、高額献金霊感商法の規制、統一教会の解散、そして宗教的虐待からの子どもの救済、まあ、これはやはり前回のヒアリング通しても難しいということをよくよく私たちも理解し、その子どもの虐待という観点から何かそういう法律をその改善することはできないかなと思ってそれを挙げました。あと最後の政治と宗教の関係について検討していただきたいということも、これは具体的に実現可能なのかを、各省庁の方々にお尋ねしたいなと思います。まあ、ちょっとこれ質問投げかけ問題提起ということで、すみません、今日のところは各省庁受け止めていただいて、少し今後の我々のまた議論の中で、すみません、やり取りをさせていただければと思いますので、小川さん、すみません、そういう扱いにさせてください。しっかりご意見提起、課題提起は我々も受け止めさせていただいておりますので、よろしくお願いします。じゃあ最後に篠原さん。はい、衆議院の篠原です。これ読ませていただきまして、こういうことがあるのかなって思うことばかしなんですかね。で、こういう、まあ、信者の皆さんとかこういう人たちは都市部と農村部というか、私は長野県長野一区なんですけど、統一教会の信者の方はいないことはないんだろうと思うんですが、少ないと思うんです。
都市部のなんていうか隣近所の付き合いとかですね、コミュニティのなんか中退とか少なくなったところの方が多いのかって、そういうのは分かるんでしょうか。方が田舎の濃密な付き合いやってるところではあまり見かけないんですが、その点はどうなんですか。私の認識が正しいのかどうか教えて。Sさんいかがですか。もう一度お願いします。あの統一教会の信者、まあ、こういってその、統一教会によってマインドコントロール下に置かれて、はい、そういうのはやっぱりあの都会的な話なのか、あの地方田舎でも、つまり田舎であればよりその人間関係が、まあ、密接であると、都会はどうしてもそういった人間関係が希薄だったり孤独孤立があったりみたいなところに、まあ、つけ込まれることもあるか、まあ、そういったちょっと都会とその地方田舎との違いなのがあるのかどうかお分かりになればということで、すいません、ちょっとこの回答に関してはこうあの、メディアの公開なしでちょっとお願いしたいんですけれども、出身私地方なので、地方、まあ、田舎で、まあ、よく起こることなのかな、ちょっと都会のその勧誘の方法とかは私わからないんですけれども、あの、まあ、実際にあの私の実家の方は田舎の方で、まあ、時代背景という部分ではあのやっぱりその、お見合い結婚が多かった時代ですね、やっぱり昔ので、まあその嫁いだ家で、まあ、やっぱ家族の中で孤立しやすかったりとか、まあ、その村の中で孤立しやすかったりとか、あのそういったあのそうですね、生活環境の中でやっぱりちょっと何かその悩みとかを話せる人がいないとか、そういうようなあの孤立しやすい環境の中でやっぱりあのそういったか勧誘に捕まってしまったっていうのがちょっと、まあ、あのうちの背景であったりとかするので、そうですね、地方をこそそのやっぱりマインドコントロールされやすい、そういうその誰家族が不幸になるとか、あのそういったその自分 の、 あの近しい人、大事な人が不幸になるっていうのを聞いてしまうと、ちょっと守らなければっていうそのなんか意識に離れてしまってしまうのかなっていう感覚ではあります。ちょっと都会の方はちょっと事情は分からないんですけれども、はい、田舎の方の事情としてはそんな背景があるということだけをお伝えしたい感じです。はい、ありがとうございます。小川さん、この点は何かコメントがありますか。そうですね、さんと同じです、大丈夫です。はい、ありがとうございます。最後と言いましたが、石垣さんがどうしてもあの聞きたいことがあるということなので、石垣さんどうぞ。Aさん、おばあさん、ありがとうございました。今日もあのアンケートもいただきましたけれども、脱会 の、 このパターンというんでしょうか、いろんな形でこうもう音沙汰がなくなった状態、音信不通の状態ですとか、あと、まあ、席は置いてあるけど参加はしていないような状態とか、いろいろ書かれていたんですが、可能な範囲でお二人がどういう形で脱会をされたのかということをお話しいただいていいですか。はい、まず S さんからお願いできますか。脱会に関しては、まあ、ちょっと家が忙しかったりとか、そういった環境の中でだんだん教会に行かなくなったというのが、まあ、あとはその教義に対する不信感とか、そういったも の、 あの私自身も、まあ、教会に関わったことはあるんですけれども、あの私自身はその、まあ、家を出て独立したことでもう全く関わらなくなった。で、母自身もまあ、疑問、いろんな疑問とかが出てきて、あのそのままフェードアウトするような形であの関わらなくなったというので、それでもやっぱりそのいわゆる支援 の、 あのマインドコントロールですね、そういった部分が解けるのもやっぱりちょっと時間がかかった。で、まあ、その段階であのもういいやってなった段階であの脱
したという話は聞いています。まあ、実際それが、メールを削除されたかどうかの証明はちょっとわからないんですけれども、そんな感じで、まあ、本当にフェードアウトという形ですね。はい。はい、小川さんも、はい、はい、私自身はかなりもう真面目な信者だったんですが、高校時代から、まあ、家族の一部の家族に、家族が虐待をする、暴言暴力を吐く、そのような状況を見てきて、教義で捉えている誠の愛とか誠の家庭を相続する、その教義からあまりにもかけ離れて矛盾していた家族を見て、少しずつ疑問を抱いていきましたし、また、まあ、ちょっと前回もお話ししてしまって、また同じ話で申し訳ないんですが、結婚前に行かなきゃいけない21日修練会というものがありまして、そこに参加して、私は公職者からセクハラを受けました。で、なぜか自分が罪があるから、悪霊がついているから、チョンピョンという除霊施設に行きなさいと言って行きました。しかし、そこでは精神崩壊しだす信者たちがあまりにも多くて、それを見ていた自分も、もうたまりにたまったストレス、疑問、そういうものが溢れ出してしまって、自分も精神崩壊しました。精神病棟に入院しました。っていう事実、いろいろなことが重なり、もう完全に教会に疑問、そして不満を抱きました。そして自分はもうフェードアウトという形で離れました。学会届というものは出していません。なんでかっていうと、学会をしますと言って教会に行った信者、元信者の方いますけど、そこで何か勧誘を受けたりとか、手相を見るとか、名前の画数を見る、生年判断するだとか、そういう勧誘をされたりとか、あとは学会届に現住所を書いてくださいだとか、それってもう追いかける気満々じゃないですか。そういう状況を聞いていましたので、脱会しますって言ったら、もうやっぱりもっともっと話がややこしくなりますし、追いかけられるのも嫌でしたし、なのでみんな、もう本当大体の人はもうフェードアウトという形で脱会しています。はい、はい、ありがとうございました。それではまだご質問あるかと思いますが、ね、時間が来ておりますので、今日のところのヒアリングは、以上とさせていただきたいと思います。まずは今日も本当に大変厳しい困難な中でこうしてお見えをいただきまして、大変貴重なご発言検定機をいただきました。 S さん、それから小川さん、ご家族も含めておいでいただきましたことをまた全体で拍手で感謝したいと思います。本当にありがとうございます。はい、今日いただいたご質問を踏まえて、しっかりとこれ一定期我々も受け止めて今後の対応に対してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、役所の皆さんもすみません、長時間にわたりまして残っていただいて、当事者の皆さん の本当に切実な訴えも含めて、被害の実態、そして意見提起、課題提起も含めて、提起いただきました。皆さんも受け止めていただいたと思いますので、ぜひぜひこれを今後の対策にしっかり実効性ある形で生かしていただきたいということでお願いをさせていただきますので、また今後我々も具体的な提起も含めて対応させていただきますので、今後の対応ぜひよろしくお願いいたします。今日もありがとうございます。本部長から何か。本当に今日もありがとうございました。私、やっぱり電話相談ですね、本当に実効性のあるものとしてやっていただきたいなって思ってます。児童相談所の話もそうですし、生活保護、また午前中の国対ヒアリングで生活保護 の相談に行った人が、それは信仰、まあ、宗教の自由の問題なので、家族とよく先に話し合ってくださいというふうに窓口でそういうふうに言われたというような方の話もあります。それからたびたび問題になった私の質問もしました、学校での取り組みですとか、本当にいろんなことあると思うので、宗教の問題だと言って窓口で何というか電話口でもうそういうふうな対応するのではなく、きちんとした何かこうマニュアルのようなですね、ものを作るということ、これをぜひやっていただきたいのと、それからその先に紹介するという専門機関もですね、これも消費者庁 の検討会で話が出てたかと思いますけど、やはりこう役所の中 の専門機関だけではなくって、いろんなところの力を借りるということ、これは予算も含めてぜひ対応を検討していただきたいなというふうに思います。またこれは後で、はい、よろ
らせていただきますが、今日は本当にありがとうございました。お二方ありがとうございました。はい、それでは以上で今日の対策本部会合を終わりにさせていただきます。